はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回も塊魂プレイしていきます。あ、こいつか。間違えてた、あれを、キャラを。もう結構最後な気がするんだけどな。まだまだ白い部分がたくさん残っています。この白いのを一気にまとめて、まあ雪だるま作れってことですね。ゲレンデかな。え、一緒に来てんのかこれ。あ、雪だるま作れってことか。一緒にいんのかな、どういうことなんだろう。あれ、時間制限なしか。あ、これ転がしてるだけででかくなっていくのかな。なんだばあさんが。火は当たったらダメだよな。あれ全然巻き込めないけど。どれだ、転がしてるだけでいいのかな。でかくなってるこれ。ここ雪じゃないな。なんだこいつ。すげえ震えてるやつがいるんだが。お、仲間。巻き込めないな。でかくなってんのかな。でも雪の跡ついてるんだよな。なんだろうこれ、ゲレンデでもないのかな。でかくなってるよなこれ。なんだこいつら、めっちゃうまいな。めっちゃうまいな、スノボーが。すげえ滑り方、直立してるし、滑ってやがるこいつ。あ、ようやく取れた。あ、ようやく取れた。丸って何？ボールでもないのか。ペンギンちゃんは無理か。あ、プレゼントあるな、そこに。サンタがプレゼント持ってるな。なんだあれ、中ばっかみたいなやつがいるけど、雪男なのかな。全然取れるもんないけどな。あ、スノーボード取れた。あ、ラマーン、こいつは持ってる気がするな。これは何、雪うさぎ。あ、ダメだ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 。なんか一人大人が入ってるんだ。なんだこれ、なんだったっけ、ビッグフットじゃないな、なんて言うんだったっけあれ。雪山の男のことなんて言うんだったっけな。あ、ペンギンちゃんいけるようになったな、これは大きいな。え、あ、原始人が待ってんのか。原始人のもうあれ出てきてるぞ。氷漬けになってたのか原始人が。これ何、雪んこ、人ではないのかな。雪ブロック、トラ猫、トラ猫。子供。あれ、こいつキャンプの時もいたやつだな、いた人たちだな。
え、釣りできんの？ここ。おじいちゃん、おじいちゃん。スケートじいちゃんっていう。ネーミングが面白いね。お。なんだったっけ、これ。パラシュートだったっけ、この競技。お、飛んでいった。あ、仲間にできた。スノーライダーではないと思う。スケートじいちゃん。スケートじいちゃん、2人目。スケートさんってなんだ、なんか強いな、こいつら。バレリーナ。普通、ここで練習するか。なんだこれ。なんだ今。死んでる。寝袋も、あ、やばいやばい。焚き火やばい。焚き火やばい。消さないと。プレゼントくれ。よし、プレゼント取った。特訓特訓って何？特訓って名前だったのか、こいつ。お、でかいのいける。こいつ何なんだろう。雪男か。そっか、シンプルに雪男でよかったのか。ミドボーダー、星野みちる、固有名がついてるけど、なんか飛んでるやつというか、あれか。ああ、なるほどな、リフトに乗ってんのか。雪だるま、これは長細。ここに持っていくんだよな。この屋台は何なんだろう。え、強っ。お、これ何なの。アザラシか。原始マンモスも最終的にいけんのかな。なんかマンモスにぶら下がってるやつらがいるんだが。ペンギンね。あれ、これ無理なのか。ってことはギリギリで取れってことかな。あ、無理だな。あいつら上にもいるんだよな。上で楽しそうにしてんな。あ、こっちは。おお、ギリギリ。なんだこれ。あれ、いけないぞ。白熊か。ベッド。これは何？ペンギンがなんか、勉強してんのか。なんか落としてるんだけど、なんだこれ。赤ペンキ。助けとくか、こいつら。ん？アベック。今、アベックなんてもう言わんだろう。あえてかな。屋台が強い。なんでこの屋台強いんだ。やばいな。焚き火取っちゃったな、今。お、馬もいける。これ転がしてたらもっとでかくなるの？お、ついに。おお、屋台が行けるようになった。こいつも。なんだこいつ。空気椅子やってる？スノーライダー。なんか飛んでるやつがいるんだよな。くる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 。こいつらはこうやって、あ、取れるのか。リフトごと取ってんのか。これクリスマスツリーか。もう結構でかいけど。結構な叫び声なんだけど、死んでんのかな。
この落ち着きを目の前で人が飲み込まれていってんのに眠れねえよって言ったか、眠れねえよって気づけよもうだいぶ撮ったけどマンモスは無理だよな。こんなもんかな。ん、こいつもなんか関係あんのか。あとは人ぐらいか。うん、そうだな、あとはこいつらぐらいだな。まあいっか、こいつらは。この二人組だけやっつけといて。すげえ叫び声なんだよな。なんで？この星もいけるんじゃないの？あんま時間遅くても、あ、そうそうそう、あの、くるくる回ってる人たちも。あ、ベックか、こいつらも。あ、無理っぽいな。ロッジカントリー、これも無理か。なんかプルプルしてるやついるな。遭難者かな。こいつも仲間に入れようぜ。スケートじいちゃんか。で、いいな。なんか色が違うな。水色だな、上の方が。下の方がでもでかいか。結構集めたけど。え、6m55 か。なんか白いものが欲しかったのかな。変なのが1、スケートおじいちゃんのことか。お、100点って初めてかな。なんか2回取ってたかな。時間制限なかったもんな。なんだこれ、プレミアムお面っておめえじゃねえか。こいつのおじいちゃんとかかな、今の。え、またあんの？王様が立ったクララが立ったのパクリ？いつもテレビ見てるけど。やることないのかな。お、王子もいたな。いや、それは無理だろう。途中で海で沈むんじゃないの。でかいな。地球が、地球よりなんか地球の5分の1ぐらいのでかさじゃなかったか。なんか左下にわーいって出てるけど。はい、ということで今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。